こんにちはたくさんコメント最近ありがとうございます。サバゲフィールド行ったらもう大体常連さんにコテンパにやられちゃうって楽しめないですっていうコメントがあったんで、まあ、それについて雑談などしたいと思います。もちろんフィールドによったらねあのすごくなんですかねもうあれじゃないですか工夫してあの女性だけフルオートのものを折ってあの野郎思隠れて。 <laughs> あの一定時間隠れ通して勝ちとか何かいろいろあるじゃないですかそういういろんなバラエティに富んだ感じでねイベントをやられてるところはまあそういうのはないと思うんですけど、まあ、普通に別に悪意はなくてもそのフィールドさんとか常連さんとかがねなくても普通にフィールド行って「はい今日は初めてなんですよ」とか言っていくとまあ <laughs> やってる方だったら分かりますよね。だって僕が思うに まあ、いろんな面で、あのー、まあねそりゃあねやられてる方の方が勝っちゃいますよね。まあ、いろんな要因があると思うんですよねまあ、チーム組んでやったりですとかまあ、普通に狙って当ててまあ、そういう銃に慣れているとか一番大きいのはあの、場所だと思うんですけどねフィールドの土地感というかでこここっちから攻める時はここがよくてここからはこう見えるとか。 あ、力見えないとか。なんかそこに正しくポジショニングできる能力っていうのが僕はサバゲーやってて思って大事かなっていう感じがしたんですけどね。多分まあ私がサバゲーについて語るっていうのは100年早いわっていう話だと思うんですけど、あまあよかった。色い々ろいろご意見ください。やっぱりそこを取れるか取れないかで、あの全然大きく変わってくると思うんですよね。なのでまあ、そこら辺ね。あのベテランの方。 どう思いますかっていうのあのやっぱり、まあ、意図したくても、まあ、そうなることもあるし難しいと思うんですよね。そこら辺はやっぱりもうフィールドあのやられてる方の、まあ、バランス次第だと思うんですけどね。あのやっぱりそのうまくよく見るのがチーム分けとかするじゃないですかそういう時にあのなんかね大体うまそうな人をわざと分けたりとかチームでこっちが A チームが、ねまあ、赤と黄色か赤と黄色で赤が最近勝ってるのでちょっとシャフリしますみたいな、まあ、そういう場合でうまくねあのベテランはベテランあの初心者の方初心者ってこう,うまく、あのー、分かれればいいですけど、まあ、そうならない場合あるじゃないですかやっぱり今仲間同士でやりたいとかいうことになるんで、まあ、そこら辺のね、あのー もう今ねサバインドはもうほぼやってないでしょでも屋外のさばけについてもねちょっとねかなり感染リスクを減らす感じで運営されているところもあるでしょうしあんまり大っぴらにねバーって大きなイベントこの前の G&G ラバーズさんとかも。 延期になりましたし、まあ、そこら辺で、ちょっと、今、まあ、大っぴらにね、サバゲーはーっていう感じではないんですけど、まあ、そこら辺ね。あのー、楽しむ時に、まあ、皆さんでどうお考えかなということでね。まあ、お話をきお聞きしたかったかなという感じです。まあ、もちろんね。もう、初心者お断りで、俺たちはもう、ね、なんか、こう、熟練の人たちだけでやるっていう、まあ、貸し切りみたいなところだったらね。まあ、それはそれでいいと思うんですけど、まあ、いろんなレベルのね、あの、初めての方もいたりて、あのー。 ジグレの方もいらっしゃるようなところだとね、まあ、そこら辺バランスってすごい、まあ、難しいところかなっていう感じがしますね。はい。まあよかったらあの初めてサバゲー参加するときなんか、まあ、私がサバゲー参加するとき見るのは、もう最近ね飛び込みで参加前をテレカとか行ったりしてたこともあるんですけど、やっぱりそこやっぱりね写真とか雰囲気見たりとかで。 判断したりとか、まあ今の動画当てるんでね。まあ、そこら辺の空気感っていうのも分かるし、やっぱりあの運営してる人の手腕です。ごい大きいなっていう感じがするんですよね。やっぱり同じフィールドでね。前まあ、名前を言い伏せますけど。 前すすごい楽しかったのでまた行ったたたででま行ところあるんですよこれそしたらもう仕切りの人が変わっててあれこれ同じフィールドなのにこんなにやっぱり仕切りの人によってやっぱ盛り上げたりですとかゲームバランスとか、まあ、そこら辺のゲーム回しとか休憩時間の入れ方とかね、まあ、そこら辺とかってすごい大事だなーっていうのを思ってねやっぱりそこら辺はやっぱりあのー、いろいろ、まあ、フィールドの配置ねバリケードの配置とかそこら辺の入れ替えとかいろいろあると思うんですけどやっぱサバゲっていうのは。 あのまあ、色奥が深いというか、色々楽しみ方についてもいろいろあると思うなっていう感じがしました。はい、というわけで、まあ、取り留めない話になりましたけど、まあ、サバゲーこれからやりたい方の、ね、なんか参考になればと思いますので、よかったらベテランの方の、ね、ご意見も、まあ、ここのフィールド良かったよとか、あ,でもあそこ悪かったよっていうのはちょっと否定的なんので、できるだけポジティブな <laughs> 楽しいことを書きましょうね、なんか批判とかその辺はちょっとやめていただいて。あの 楽しくなんか話できればいいなと思います。というわけで、よかったらご意見ください。最後までご視聴いただいてありがとうございます。